もこんにちは、もやです。本日は私、もや30歳なんですけれども、過去の写真をね、ちょっと皆さんにお見せしようかなと思いまして、誰にでもあると思うんですよ、黒歴史。その、まあ、黒歴史写真を自ら公開しようというね、ド M 動画でございます。それではですね、1枚目の黒歴史写真。中学1年生の時、社会科見学において、川崎大師という神社の方に行ったんですよ。で、そこで、鳩に餌をあげることにハマってしまったんですね。与えられたお小遣い全て鳩にあげてしまって、で、結果、お金がなくて帰れない。で、先生にめっちゃ怒られて、歩いて帰らされる。その時の写真が、たまたま卒業アルバムに載ってしまって、鳩に餌をあげてる瞬間の写真がこちら。どうですか、これ。この写真。もう、鳩に餌をあげて幸せいっぱいの僕のワンショット。僕のワンショットですね。卒業アルバムに載せられるという。で、僕、変な動きばっか中学の時にしてて、絵頭ってあだ名だったんですよ。友達にこの卒アルの横に絵があって落書きされるっていうね。これが僕の中学の時の黒歴史写真です。続きまして、高校3年生の修学旅行の時ですね。僕、まあ、この時、俗に言われるギャル男みたいな感じのジャンルの男にいたのか、まあ、でもギャル男っぽいギャル男でもないし、綺麗め系みたいな。見た目全然綺麗じゃないんですけど、まあ、なんかそんなようなのを、もう好きだったり、ヒップホップ、まあ、ラップとか結構歌ってて、まあ、そっちも好きみたいな。不器用らずの状態だったんですね。どこにも尖れず、全てが中途半端な状態な生活を送っていたんですよ。その時の、写真が、こちらです。見てください、この髪の毛。まず髪の毛から注目しましょう。なぜこんなにおでこが広いのに全力で上げたのかと。で、髪の上げ方。本当もうまるでもう本当どっからどう見ても今ベジータにしか見えない状況ですね。頭だけ見ると。ちょっと真ん中ピッて出てます。注目するとこその2ですね。メガネ。まあサングラスですね。まあ精一杯のおしゃれだったんでしょう。健康的なね、温泉の薬の湯みたいな色したこのメガネ。どっからどう見ても全然かっこよくないですね。で、このネックレス。これもう、チャッチーの極みですね。もうこれよく、これ写真じゃあんまり伝わらないと思うんですよ、このネックレス。このネックレス、すごい伝わりにくいんですけど、赤子が引っ張れば取れるレベルのチャッチさですね。1000円ぐらいだったんですよね。で、もう一枚目の写真、こちら見るとですね、片足をね、片足スウェット上げちゃってるんですよ、これ。片足ね、上げるのは流行ってたんですけどね。僕にはその流行りはね、浸透しなかったっていう状態。もう死ぬほどダサいです。これで修学旅行に行ってたわけですから、ね。まあね、それはもう、モテませんでした。で、二十歳ですね。僕、18から二十歳は本当に、ひどい生活を送ってたんですよ。もう本当に、俗に言うただのチャラ男。ザ遊び人です。ここら辺で、綺麗め系になんかちょっと、バッて属した、みたいな。二十歳の時になんかちゃんとできたかなみたいな。その時の写真がこちらです。これを言ってわかるのかわかんないですけど、もうメンズエッグ。もうメンズエッグの、もう読みまくってた時の写真がこちらですね。上目遣いで、なんかこっち見て、なんか髪の毛真ん中にヒロヒロヒロって刺して、完全に自分のことをかっこいいと思ってる写真ですね、これはね。まあ、この時は、俺かっこいいっていうことをステータスに、俺を糧に生きてたみたいなところがあったんで、かっこいいことが俺の武器だーみたいなところではあったんですけど、まあ今思うと痛いですね。痛いです。もうこの写真をまず自分で自撮りで撮れてしまうという、こういうね、ところがだいぶ痛いのかなって思います。もうね、もうできることならマッチョしたい過去。ということでですね、痛い写真3枚公開させていただきました。こんな感じでですね、人に歴史ありという形でいろんなことを歩んで、いろんな成長を遂げて今があるというような感じです。ということで、もや30歳、これからもよろしくお願いします。それでは、私もやの黒歴史でした。それでは、バイバイ。